それでは皆さん、朝がやってきました。おはようございます。おはようございます。こん、村の外れで、ミクミンとケントの死体が発見されました。そんなかあ、では議論の時間に4分です。議論開始。さてさて、西、つまり可能性として考えられるのは、ネズミが言ってる、ネズミが言って、人狼の襲撃があった、ただカラスが鳴いてるのはコパだとしよう。まあ、ネズミと人狼の襲撃、横上人狼を横占いを狐付き死んだ人狼の襲撃、占い師の横武田抜き銃殺何やと。ちなみにネズミって言ってる人はここに生きてるから、ネズミが入り込んだはない。はいはいはい。みんな目線でも、いやでももうこれがほぼほぼ決戦みたいなもんですよね、という感じにしたいな。いやだってもうね、5人あっち誰もいない。そうだなじゃあまたカミングアウトだけする。構わないよ。する。うんうん、もうあ、じゃあ行きましょうか。あ、3、2、1、村人。ネズミだ。何？ネズミだ。なるは？占い師だ。ね、村人。村人。カラスペン。となると、アミ君は一体どこに？これ、ユミちゃんで村人になりました。なるほど。村人陣営で、村人陣営、ネズミだから。なる占い先教えて。最初に、ライフを占って、キツネだったらしくて、イシーが一緒に死んで、次にケントを占ってタヌキだったようで、お亡くなりになりました。あ、人間判定、人間判定。あ、両方とも。なるほど。これや、表合わせる。なるは信用しようかなと思ってるけど、どうだろう。なる誰が人狼だと思う？純喜が人狼で、大福がカラス。じゃあミクミンは？ミクミンは分かんないけど、ミクミンとケントが死んで、でコパがその前日に処刑されていて、カラスが蚊と なっている状態。ミクミンカラスだったっけ？ミクミンカラスね。これあのこれ人狼をすると。どこの勝利になるんだっけ今この時点で。今本当に信じるのであればネズミ、カラスの第三陣営勝利があり得る。ちょっとナルにだけ特別な話をしたいんだが。おい、なんだそれ。おい、マスクのニャンコ。私は当初一貫した気持ちを見せようとネズミ、ネズミと言い張ったが、実はネズミではない。うん、だろうな。私は村人なんだ。なんでうん、そういうことから、計算するとユミちゃんは、それ以外の陣営、そしてアミ君とつながってるが、ここは違うんだ。あいつらは偽だ。つまりここが偽語ってるって言ってる。そういうことだ。村人の数が合わなくなるって、もしナルが本当に占い師だったら、まず釣るべきはやっぱりかな。カラスは人狼くせえな。カラス人狼くせえな。純喜すぎてえな。なんだったら俺を占えばいい。ユミちゃんを釣ろう。ここで人狼を釣ると、そうすれば間違いなく。いや、ユミちゃん釣りはマジでやめてくれ。村人なんだ。違うんだ。ここで人狼を釣るとカラスが勝ってしまう。いや、要するに村人になってんだよね、今。そうだ、だからユミちゃんを釣るべきなんだ、わかるか。はい、それでは時間になりましたので投票に移りましょうが、投票はコパの隣のナル。だって村人陣営だから大福っていいんだよね、大福。かけるしかないようだな、ユミちゃん。
ちゃん。二票入ってるでしょ。合わせていけるから。こうなった時にこうなるから。こうなるので。うわあ、くっそー。どっちなんだ、由美ちゃん。くそー、大福。つまりそれは、まあ、私は合わせるので。準備票入ってる。入っていない。残念だった。これ人狼をすると残った第三陣営の勝利。そうでも。もう選択肢がないから大福。それでは本日は3票獲得の大福が処刑されます。何か言い残したいことがあればどうぞ。騙されちゃいけないべ。それでは皆さん、夜がやってきます。目を閉じてください。それでは皆さん、朝がやってきました。おはようございます。おはようございます。今日の、村の外れで、アミ君の死体が発見されました。さあ、議論の時間は2分です。スタート。占い結果を言うといい。狼だったね。そうだ、猫マスクは狼だ。だが、ユミちゃんは第三陣営だと。なんだって。そんなわけはないでしょ。そんなことはないだろ。君が村人として勝ちたいのであれば、もう勝ちはないんだ。ユミちゃんはおとなしくって僕に食べられるのがいいと思う。なる、私の話を聞いて。私は村人だって言ったアミ君がこうやって襲撃されてる以上、私は本当に村人なの。あなたのことは占い師として信じてる。それは関係ないな。君たち二人がつながっているから、そのラインを立たせてもらっただけだ。じゃあなんで彼は噛まれているの？噛んだんだ。なぜなら君たち二人が結託して私に投票しようとしているからだ。そんな苦しい言い訳ね。苦しい言い訳。そうさ、苦しい言い訳だ。だがなるよ。私は確かに人狼かもしれない。しかし、誇りを持った人狼だ。続けて。ユミは誇りを持った村人か。そうよ、なる、一緒に新しい町を作りましょう。よく見ろ、あの耳を。よく見てある、マスクを。私は今マスクを取ろう。聞かないわよ。どうだ。許してくれ。なんかすがすがしいな。なんで全部取らないの？なぜかって前髪がぺたん前髪がぺたんこだからだよ。やっとわかったわ。ああ、そこは譲歩する。頼め、なる。最初にお手とおかわりを組み交わした仲じゃないか。あれは杯じゃないのか。お手、おかわり、お時間です。はい、それでは時間なので投票に参りましょう。投票は、大福の隣のユミちゃん。純喜。純喜。なる。それでは、本日は2票獲得した純喜が処刑されます。何か言い残したいことがあればどうぞ。猫マスクはここの男、猫猫猫。この時点で勝利者陣営が確定しました。村人陣営の勝利です。よっしゃー、やったにゃー、よく勝ったな。どうなってたって。じゃあとりあえず役職の確認をまずしてみるに、見るにゃー。メディア、シュー、俺がネズミだ。メディアンでした。そうなの。は、エコは観察員であります。ミクミはカラスだったか。よっしゃ、ライフはヨウコだったワン。イシはキツネツキだったクマ。ライフ人狼ペン。アミくん、コウモリから村人になって勝ったよ。ユミ、唯一の村人よ。ケント、ポーン、ポコポン。
負けたるかったパオン。やばかみだよもう。やばかみしてんじゃん。はいどうもコパはカラスだった。ナールは占い師だったね。猫マスクは人狼だ。はい、それでは一回まず始めましょうか。それでは皆様ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。アフタートークのコーナーだ。にゃーひょーわちょっと勝利を分かち合いたいんで誰が勝ったのか教えてもらえませんか。まずあの初日から流れ確認してみましょうか。あ、そうだね、そうだね。まず初日にメディアンネズミが処刑されました。はい、うん、で、人狼の襲撃がエコちゃん、私エコで、占い師のナルがライフ占って、イッシーが一緒に溶けた、ヨーコとキツネツキが両方死にました。2日目の処刑がコパだっけ、せやな、コパだっけ、カラスや、カラス死にました。でミクミンを噛みました。で人狼がカラスのミクミンを噛んだ。で、で負けたのを占ったすごいな、すごい占い師が有能だよ、有能だよ、お見事に。ケント死にました、次の日開けました、で大福が処刑かな、処刑そう、自称カラスの人狼さんが処刑。うわ、あぶね。この時点でもうね、普通の村になってたんですね。第三陣営とかいなくなかったんだ。意外とね、一陣営、二陣営だ、大福が処刑されました。で、俺噛まれました。猫マスクはマスク脱ぎました。猫マスクは純喜だった。そこが暴かれる。純喜カミングアウト。自己紹介の時純喜って言ってないから。確か猫マスクとしか猫マスクですね。くそー、誰が勝ったかというと村人が勝ちました。この4人か。そう、あそうか、エコちゃん観察医か。いや俺第三陣営だと思ってエコちゃん噛もうぜって提案したんだよね。どうしてもこっち側としては第三陣営を潰してからじゃないと勝てないっていうのが基本戦略になるから、もうとにかくそう、あの村人は噛んじゃダメっていうのだけこう思いながらやってたんだけど、ねえ、でも的確ではある種ね、ある種ね。そう、ミクミン髪はね、なんかまああのコッパカラスだと思ってたから、で大福をカラス目に見せるためにミクミン噛んでとかやってたんだけど、ああ、なるほど。そうそうそう、いや悔しい。いや逆にちょっとなんか第三陣営勝ちエンド見たかった。いや、こんだけ第三陣営って言うとね。いや俺はね、実はね、初日からすごいね、勝てると思って舐めてたんだよ。なんでだよ。そのうちに勝てるなと思って。実はね、あの狐ですって言えば俺絶対勝てるわと思ってて、なぜかというと、狐第三陣営だけどもう釣られるようなねポジションじゃないんだよ。第三陣営が多いから一緒に勝てるっていうのがあって、だから俺は釣られないし噛んでも死なないし、占いはもう狐だよって言った時点で狐付きに守ってもらえるから俺はもう死なないやつになれると思ってたの。でもそんな楽に勝っちゃ俺はもうやってらんねえ、最初に狐で勝ったの俺だぜと思って。初日に過去の栄光、過去の栄光、狐付きですって言った3人は絶対狐と狸だなって思ってたから、まずこの3人から3分の1だろ、それはもう避けれるわと思って。その中に狐付きいるだろ、ケンとか俺と選ぶだろ。いや、そんなもん俺選ばれるに決まってるわ。なめ、どこから来んのその自信。その自信よくわかんねえけどな。でも本当にね、俺も初日のね、あの狐付きの指定で俺ね、アミ君とねライフのどっちかすげえ迷ったの。
で、ね、闇雲を選んでしまったがゆえに占われて残念って言ってしまってるからね。なるすごかったね。いや、なるすごいね。すごい、絶対キツネ付き3人いたらその3人だろうっていう。いや、そうだね。でも俺はね、逆にね、キツネ付き目線からしたらそんな浅はかなこと言ってこねえだろうと思っておい、ライフなんか言われてんぞ。もう危ない橋くぐったつもりでいたら本当に危ない橋だった。だよ。よし、切り抜けた。ちょっと待てよ、ようこ狐付きで語ってくんなよと思って。浅はかすぎんだろと思って。浅はか言われてるぞ。これ勝てる気でいた。だからこそさ、一番最初に占い位置からこう外れていったコウモリをカミングアウトしたアミ君が一番ぽいなと思って、はいはいはい、アミ君に言ってしまったよ。確かにコウモリって言ったら占い外したくはなるな、うん、そうだね、なるほどね、うん、俺は楽な橋を渡りたくなかったんだぜ。なんだそりゃ。初日で死んだ。そりゃ道連れだよ、お前ら。ごめんよ、わかんねえやつだよ。ごめんよ。俺正直、最終日2日前の大福、アミ君、ユミちゃんなる俺の時に、うん、よし、8割勝ったぞって思ってたんだよね。おっと、おっと、満身組が2人か。よし、だいぶ勝ちに近いぞって思ったら、なんかね、ゆみちゃんは第三陣営じゃないし、あみくんもなんか そこにくっついてるし、なる占いだし、急に手のひら返されたみたいに絶望が見えてきたよ。いやいやいや、笑った笑った。最初、大福があの観察員あたりの村人なのかなって思って、はいはい、ここの三村人で、そこの二人会みたいな感じだったら、うん、こっちか。そう、人狼だと思わなかった。まあね、うん、あってカラスかな、うん、剣と溶けた時の喜びすごかったもんね。いや俺ね、まあ、確認の時に順気がちょっと遅れたんだよ、目覚ますの、人狼と化け狸って時に、これは化け狸をかぶせられるぜ、おいって思ったら死んだよね。ああ、夜の確認の時に、だからちょっとどうにかして大福に俺人狼だよ、人狼だよっていうのを言いたかったけど、あのマスク野郎を使ったマスク野郎使ってくれたぞあいつっていうのを言いたかったけど、無理だったね。いや見事ね、うん、あの動物の森らしく村人が勝利したんだよ。動物を従えてください。はい、じゃあ一回もう締めましょう。それでは皆様、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。